好きなものを語るチャンネル、ゆうちゃむの独り言。フルメタ好き集まれ、フルメタルパニックを語ろう。どうもゆうちゃむです。フルメタ一期アマプラで見ましたよ。いやー熱かった、そして面白かったね。2002年1月から6月に放送がされてたんだね。これ勘違いされてる方多いと思うんですけど、フモップが京アニ制作で、一期はゴンゾっていう制作会社が作ってたんですね。まあ、ファンの方は知ってるかもなので、早速語っていきたいと思います。まずはフルメタの簡単な概要について。原作がラノベなんですね。シリアスな長編とコメディ調な短編があるんだよね。アニメは2002年からスタートし、2期、3期、4期とやってるんだよね。4期までやってるってかなりの人気作品だよね。幼少期から戦場に身を置いてきた一人の兵士を主人公にした SF ミリタリーアクション作品です。ミリタリーっていうとすごい戦争感漂う感じで、僕はあんまり干渉しないジャンルであったんですけど、楽しくフルメタ見れてよかったなって思います。フルメタ一期の魅力を大きく3つに分けました。魅力その1、迫力ありで引き込まれるストーリー。戦うボーイミーツガール、走るワンナイトスタンド、揺れるイントゥーザブルー。アニメオリジナルで故郷に舞う風っていうのもあったけどね。皆さんはこの中だとどの話が好きですか？僕的にはやっぱり戦うボーイミーツガールかな。最初のお話っていうのもあってすっごい衝撃的だったんですよ。修学旅行中の飛行機がガウルにハイジャックされて、どうするんだろうって、どうなるんだろうって見てるこっち側も不安になりましたよね。ガウルンが怖すぎるんだよ。あの顔でハイジャックってやばすぎません？恐ろしいわ。相良宗介が大活躍だったよね。ラムダドライバー初使用で戦闘も非常に熱いものでしたね。魅力その2、相良宗介と千鳥かなめの関係性。もうぶっちゃけミリタリーオタクと暴力ヒロインっていう二人に見えてしまうんだけど、このバランスがいいんだよね。相良宗介も優しいんだけど、人との接し方がちょっと不器用なんだよね。皇帝だとか問題ないとか、相良語録はすごい好きなんですけど、かなめちゃんが相良宗介をうまいこと引っ張ってて、戦闘とかでピンチになった時に宗介が助けてくれるんだよね。あれは王道ではあると思うんだけど、やっぱりね、こう心にこう来るものがありますね。テレサ・テレスタロッタもいいんだけどね、いいんだけど、恋人とか結婚しそうなのは相良宗介と千鳥かなめの二人なのかなって僕の中で思います。テレサと相良宗介は付き合ってるイメージが湧かないんだよね。どうなんだろう、フルメタファン的にはどうなんでしょうね。ちょっとね、周りにいないからわかんないんだよね。魅力その3、声優がとても豪華。これはエンディングのクレジット見てるともうね、すっごい感じましたね。関智一さんや雪野さつきさん、大塚明夫さん、ゆかなさんと、知らない声優さん一人もいない。大豪華って感じですね。関さんって僕の中ではスネ夫のイメージが強くて、あとはギルガメッシュとかかな。だから相良宗介がかっこよく見えて仕方ない。やっぱ声優さんって幅広い演技力がすごいよね。さすがとしか言いようがないね。雪野さつきさんも、僕の中では銀魂のおたえさんってわかりますか？おたえさんの声の印象が強くて、かなめちゃんってなって、声優さん偉大だな。はい、エンディングのお時間です。フルメタルパニック一期、短い時間ではありましたが、僕なりに語らせていただきました。余談なんですけど、下川みくにさんのオープニングエンディング含めすごいいい曲じゃないですか。枯れない花とかすごい好きで、いいんだよね。あのなんかトントロン、トントンって今もオルゴールで流れてると思うんですけど、あの曲はね好きだな。ふもふも見たいなと思う。そんなゆうちゃまです。あのモッフルニのボンタくんっていうキャラが出てくるんだよね。フルメタルパニックの方が先か。フルメタ愛はね、コメント欄でお待ちしておりますので、コメントに書いてもらえると嬉しく思います。次回は何を語ろうか。それでは、以上、ゆうちゃまがお送りしました。ふもふも見たらね、ぜひ動画で語りたいと思います。バイバイ。
ゆうちゃまのひとりごと、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくね。低評価は押さないで。本当に本当にチャンネル登録よろしくね。